皆さん、こんにちは、こんばんは。メイクドリームです。はい、今日はね、材料紹介していきたいと思います。はい、えーと、前、えー、結構前なんですけども、えーと、一番下の引き出し、二番目の引き出し、前、まあ、ほとんどモールドですけど、ご紹介したんですけども、えー、次、三番目の引き出しを、ご紹介したいと思います。はい、こんな感じです。 ま、ここには、だいたい、ええー、と、シェルとか、えー、ホログラムとか、ええー、と、そうですね。ま、風鈴パーツのものが入っています。あのね、結構、ちょっとね、結構いろいろ、いろいろ、下にもずっと3段ぐらいなってるんですけど、ちょっと下まで出すのはちょっと、なかなかちょっと、 出しちゃうと後が困るのでちょっとね、ざっとご紹介したいと思います。あの、上に乗っかっていうものをね。はい。えーと、まず、えーと、えーと、こちらはですね、これは何だったっけこれどこへ買ったんだっけあ、えーと、角栄工房さんだったかなこれ角栄工房だったっけ角栄工房の、 隠れ工房の、あのー、あれ、桜の花びらと一緒に、えっ、ー、と、ついてきたものですかね。はい、この中には大体いい、まあ、金のブリオンとか、ちょっとこう、チラキラしたものとかもいろいろ、あ、アングル変えましょう。ごめんなさいね。見づらかったですね。はい、えっ、ー、と、こういう感じで、えっ、ー、と、まあ、ちょっとこう、シェルだった ブリ,リオンだったりとか、なぜかチョウツが入ってますね。そういうちょっとね、細かいものが入っています。これはね、あのー、格上工房さんの、あれ、二つどこだっけあれ二った、二つどこだあ、あとたか。格工房さんの、えっ、ー、と、桜の花びらと一緒についてきたものです。えっ、ー、と、それが、これと、これと、 こうやってついてきたんですね。で、真ん中にこれが入ってました。で、桜の花びらはこの、薄ピンクと濃いピンク。あ、ちょっと待ってごめんなさいね。お薬が混ぜてなくなっちゃった。ちょっとごめんなさいね。という感じで、えっ、ー、と、桜工房、あ、くゃ、桜工房じゃないよ。え工房さんが、えー、買ったものになります。買ったものですね。 はい。格別公務員さんから買ったもので。であと、これは楽天かなんかで購入したものかな。ちょうちょ。だこれね、買ったはいいんですけど、ちょっとね、なんていうのかな。チョウチョが、すごくリアルすぎちゃって、うん、なんかね、使うのがね、ちょっと、キューキしちゃってるんでしょうね。だから、一回も今まで使っていなくって、 ちょっとね、使い道をね、悩むところです。はい。ですね。もうね、悩むですよ、ほんと。この装置をどこで使おうかっていつも考えていて、そう言いながら、結局なんか、そのまんま使わずに、一回使おうと思って出したこともあるけど、 結局使わず二枚いでした。はい。っていう感じでもうこの調ーね、悩むんだよね。あと、これピンクのフォログラムとか、ほんとにね、あの、いっぱい入ってて、 もうどこに何が入ってるって全然わかんない。あとは、セリアとかで買った、この、ホログラムですね。これはもうね、この容器にまとめて入れてます。まだね、向こうにあるんですけど、買ったばっかりの、あの、この容器に入れてないのは。あ、なんかこれ固まってるあ、固まってるね。 はい。プログラムとか、あとこういうお星様とか。これはなんか、昔。昔でしょダイソーで買ったことがある。で、あとはこういうシェル。シェルはね、結構、いろんな色がありまして。薄い、薄い水色だったり、濃い水色だったり、オレンジとか、 濃いうピンクとか、ええー、本当にいろいろあるんですね。あと、こういう、あの、パリパリの、パリパリのそういう説明でいいのかなあの、これセリアで買ったものなんですけど、あの、セルになってますね。パリパリの。<laughs> パリパリ、パリパリのって、煎餅みたいな、言い方。あと、ヤンとか、 あとは、ま、あ、これもセールですね。これは楽天かなんかで、<coughs> 買えました。あ、これも同じですね。ホワイトと一緒に買ったもので。あとね、なんだろうね。あとはセリアで買ったこういう、ホログラムとか、ですね。 スマホが動いてた <coughs> <coughs>。あとは、ごめんなさい、設してね。あとはこういう、えー、隠れ工房さんで購入した、えー、ホログラム、丸いホログラムのセットですね。あと、これは、これどこで買ったんだって。ちょっと暗号に戻しますこれどこで買ったんだってなぁ。 アマゾンだったかなちょっとどこで買っ、あ、違う、格栄工房さんだ。あ、違う。格栄工房さんはこっちなんだよね。え、こっ、ね、ち側にょっと、マークが入ってないから。これアマゾンかなで、あとは、これちょっと蓋がね、あの、今これに使っている蓋なんですけど、 こちら。えっと、ガラスのブリオンですね。ガラスのブリオン。なんか綺麗なので買っちゃいました。<coughs> なのにまだ使われていないという <laughs>。綺麗にケースに入れてあるという。で、こちらも、えっと、格安工房さんのケースですね。これもまだ使ってません。 はい。そして、こちら。これは、あのー、縦の、細いプログラムですね。これもなんかセットで買ったんだけど、なんかやばいことになってないこれ。これ、蓋開いてない開いてないんだ。<laughs> なんか後ろ見たらすごい後ろが、ピンクが、 散らばってて。はい、こういうもん買いましたね。で、これが、これはアマゾンで買いました。なんか、確か、ーええと、海、海散ら、海海だったかな。 宇宙じゃないね。多分、海だね。海、海の、あの、机れるセットみたいな。色合いがブルー系なんでしょうね。それと、こちら。これは Amazon で買ったのかな。パールのセット。もうね、パールとね、 ブリオンとか、ホッセルが、いっぱいちょっとね、いや、自分でこんなにあの、買いだめするつもりなかったんだけど、そもまま買いだめちゃった。まあ、こんな感じで、えっ、ー、と、この引き出しは、えっ、ー、と、まあ、ね、入っております。だいたい風味パーツですね。あと金、金ム、キ じゃあ、銀箔と金箔とかもあります。だいたいここはまあ、風入パーツ、え、風入、風入できるものですね。本当はね、この下にも、キャンドゥーンのものとか買うんですけど、もう取れなくて、まず上のものをちょっとなくしたいなっていうのが、正直あるんですけど、このね、セルをね、なくしたい。<laughs> セルがさ、こっちにもあるので、結構ね、いっぱい、あの、あるんで、あんまり、もういらないなっていう感じなんですけど。これも、あの、セリアのホログラムですね。あの、これとセットになっているものです。す通足セットなので、 この下にあの引き出し、引き出しみたいなのがあるんですよね。あとは、えー、とこの間、つい先日、前使った、あのあ格上工房さんのね、お,お父っつの、えっ、ー、と、押し花のワありセットなんですけど。とかあととこれ いいですよあのー、これね、確か、メルカリで買ったのかなタンポッポの綿なんですけど、ちゃんと色がついてるんですよ。緑、黄色、ブルー、ピンク。あ、これ赤かなレッド、ピンク、パープル、ノーマル。 のままですこういうのをね、あのピアスとかに入れるのも、なんかちょっとかわいいかなと思います。これでももうね、あんまり、ミルカリだ、もうあんまり売ってるところ見たことないね。もう売らないのかな。はい。で、こちらが、 うちの結晶ですね。これね、なんかね、何でできてるんだろう。あのー、なんか布みたいな。布みたいなものでできてんだよね。なんか面白い。あの、私が、えっ、ー、と、スノードームで中に入れたいときに多分、これを買ったんだと思います。 結局まで使ってないんですけど、使ってないものばかりで <laughs>。はい。まあ、この引き出しは、そういった感じですかね。はい。<laughs> もう、あのー、本当にね、<laughs> ごちゃ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 、整理ついてんだかついてないんだか、微妙な線なんですけど。よいと はい、えー、今日はね、3番目の吹き出しをご紹介いたしました。まあ、こんな感じで、大体セル、ホログラム、まあ、風味パーツなどがいっぱい貼っております。はい、ということで、今日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の材料紹介もまた見てくださいね。またねー。